昨日何召し上がりました？昨日浜松では、浜松餃子を食べたんですけど。そうか、ぶっこさん写真あげてたな。あれめちゃめちゃうまそうでしたね。めちゃめちゃうまいですね。さすが日本一。いいな、美味しかった。絶対でも昨日餃子ってことは今日の夜多分餃子じゃないんですよ。多分ですよね。2日は2日連続はないと思うんで、ちょっと今日の夕飯が何なのか気になるところですが。そっか、ちょっと後でどこ行ったか教えてください、はい、あとね、なんかハンバーグ屋さんが有名らしくて、あの爽やか、あ、それそれ、御殿場に行った時に入ろうと思ったんですけど、並びすぎてて入れなかったんですよ。御殿場の方にもあるんだ。なんかいろんなところにできたらしいです。へー。のでちょっとこっちがいろんなお店があるっていうんで、あの会場に遊びに来てくださった皆さんも爽やかはいいですよ。爽やか結局食べれてないんですよ僕も。のでちょっと明日ですね、狙えるなら行ってみようかなと思っているところでございます。ファイナルファンタジー14、はい、でサウンドをやってますソケンと申します。よろしくお願いします。浜松はね、ね、皆川さん、餃子がうまかったですね。昨日雲だるみだったずるいな。餃子、あと、ね、餃子も美味しいけど、うん、つくね、他のもの全部美味しかった、うん、つくね、つくねってさ、うん、こんなん想像するでしょ。違うもんね。どう違う、こういうの、こういうやつ、こういうの、こんなんでけえの出てきた。ハンバーグじゃん。だってハンバーグ、そう、いや、ハンバーグだと思ったら、うん、つくねですって言うんですよね、あれね、うん、いや何言ってんだハンバーグだろうって言ったら、いや、つくねですって。いいなぁ、超長ベロベロ食べて大変だった。結局100個ぐらい頼んだ。餃子100個。何を、餃子を餃子100個、餃子100個、1個ぐらい。どんなもんなんですか、大きさ的には。ちょっと小さめ、ちょっと小ぶりな感じ。いやでもまあまあ家庭用に出てくる餃子ぐらいかな、うんうん、でそれをまずとりあえず50個ですね頼んだ。ダイナミックですね、うん、3分ぐらいでなくなって、もう50個っつってあ、それで合計で飲める。浜松の餃子はね、飲める、飲み込める、飲み物みたいな。こうやって名言だろ、こう噛むでしょ餃子って、うん、餃子、まあ、食べ物全般噛みますけどね浜松の餃子はね、うん、噛まない。もうね、ぶって入れるとジュッてして、うん、ジューって流れてくるだからもう何にももうね、あ、そう、あとあなたこれここにつけるとバフバフするからダメ。あ、ごめんなさい。これ今度はずっと顎につけてるんです。ありがとうございます。これで大丈夫？大丈夫でした。大丈夫、バッチリでした。お二方とももう一応今はちょっと落ち着かれたんですか？その仕事量的には。仕事量？14で仕事量が落ち着く時期なんてあるわけねえじゃん。いや念のため聞いてみたんです。念のため。リリース直前が一番なんかこう。あ、やりきったって感じなんだけど、はい、空いた後の方が忙しいです。あ、そうか、いろいろとまたフィードバックもあるし、次のものも準備もあるし、まあ、あのうちのセクションやらかしてしまいましたんで本当に申し訳ありません。なるほどね。あの PS4 とか、あと、はい、まあ、この後ねプロデューサーレターライブでいろいろ話をさせてもらいますけど、ね、はいはい、なるほど。長谷さん、あれが欲しい。どれ、何昨日、うん、餃子で言ったけど、あの消えるようにね。そう、あのジョブハットがどんなマクロを入れても消えないから、うん、絶対忘れてると思って昨日言った。はい、入れます。すいません、とんでもないところでとんでもない話が行われてますね。そうそうそう、あれいつもずっと出ちゃうからね。そう、あの街着いたら稲川さんに教えてもらったスペシャルマクロで、うん、あのキャラクターパラメーターとかクロスホットバーとかをパッとこう消して、はいはいはい、風景を楽しんだりとかね、楽しんでチャットをしつつっていう、うん、街に入ったらもうそうしたいんだけど、うんうん、あれだけね消えない消えない、主張が激しそうさ、あれを、ね、ぜひこう消していただきたいな。そう、意外とそういうところはあれですね、細やかに切り替える派なんですね。いや、稲川さんに教えてもらってそれを、ああ、でも俺自分で教えているけど自分使ってないからね。意外と僕もそっち派で、出た出た、ガサツなんで、うん、もう常に同じもの出しっぱなしにしてこう。あれ、ソケンさんブースとかも意外に綺麗だ。あ、そう、そうなの。そうかな、俺のブースとか汚ねえじゃん。知ってる。いや、まあでも繁忙期になったらまあ同じぐらいじゃないですか、ね、知ってるなんかモニターとかねしっかりしてんだけど下がガーンみたいな。そうそう、机の座面、あの面が、ね、
いろいろごちゃごちゃっと。しょうがない、みんなそうだから。あのプロデューサーですら汚い。まあご自身でお部屋もありますからね、うん、あの多分一番汚くしやすいんだと思うんです、環境的には見えないからね。そうそうそう、外から見えないんで。俺のところ通路なんで、めっちゃ見えますね。ちょっと、あまた埃溜まってきたなみたいな、みんな思ってんだろうな。なんかもうだからあのその横にほら開発あのプレイヤーの皆さんからいただいた、うん、あの飾りとかをありますね、置物とか、はい、飾ってる棚あるじゃないですか。そこの棚の下の下ぐらいが空いてたから、あそこにとかごそっと一回入れちゃえばいい。全部入れてしまってね。長川ブース実はですね、もう入ってんですよ。マジか。入ってんのかい。あの昔のプロジェクトの時の開発の資料とかそういうの段ボールに入れて、あの辺りにこう知らなかったぐらい入ってですね。あれ皆川さんの資料だ。ベグランドとか出てくるんじゃない。多分漁ればすごいお宝ありますよ。この前 FFT が出てきてびっくりした。超リアル。